FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise.さあ時刻は11時15分を回っております。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送フライデーブランニュークルーズ。続いてのコーナーは週刊水戸ノート。このコーナーは毎週このスタジオに水戸で活動を活躍している魅力あふれる人をゲストとしてお招きし、活動内容などさまざまな情報を伺っていく15分間です。出演ゲストは毎週水戸市水戸の魅力発信課がコーディネート。これまでも高校生から80歳以上の方まで水戸のキラキラと輝く方々に出演していただきました。さあ今日のゲストは、今日のお天気にふさわしいとても美しいお二人女性をお迎えいたしました。まずは水戸イングリッシュガーデンクラブの江畑由紀子さんと、水戸市都市計画部公園緑地課の岡田真奈美さんです。はじめまして。よろしくお願いします。いい天気なんですが、この後なんか天気予報では大変なことになるということなんです。なんか信じがたいお空ですよね。母の日が近づいてまいりましたが、お二人はお母さんに何かもされましたか？江畑さんは私はお母様天国におります。お墓参りとかね。そうですね、あの綺麗なお花を仏壇に備えたいと思います。やっぱりお花ですね。はい、お花大好きです。岡田さんも、私は母が花好きなので、お花のあのモチーフの雑貨を買いまして、週末母に届けたいと思ってます。そうですか、もう明後日ですからね。さあお花の話が出ましたが、今日は七つ堂公園イベントの、15th Anniversary Garden Fair について伺っていきたいと思います。では、まず水戸市の公園緑地課の岡田さんに、その七つ堂公園について少しお話しいただきたいと思います。はい、水戸市の国立地区にあります七つ堂公園は、面積約10ヘクタールと広大な、日本でも珍しい本格的な英国式の自然風景式庭園です。はい、しかし、平成11年の開園以降、老朽化や花々の枯死などにより往時の素晴らしい風景を失っています。そこで水戸市としては開園15周年を契機に、水戸市として、公園の再生事業、七つ堂再生物語を始めることといたしました。公園の再生には時間がかかります。その再生のプロセスや動き、また公園の変化していく姿を一話一話展開していくストーリーに見立ててお見せする試みが七つ堂再生物語です。この再生物語のスタートとイベントとして、5月の17日の土曜日に七つ堂フラワーマーケットというものを開催いたします。5月17日の土曜日ということは来週の土曜日ですね。はい、はい、さあ、再生を物語にしちゃうってすごいユニークですよね。そうですね、あの畝近くの公園でもやっぱり長いことを土木工事していたり、こう工事中になっていて、そのままいつなんのかなっていうよりはストーリーにしちゃうとすごいアイディアですね。そうですね、長い時間をかけてあの公園を再生するあの流れを見ていただくことで、はい、水戸市の皆様にも、七つ堂に親しみを持っていただければと思っています。はい、じゃあその詳しい5月17日のイベントについて少しお話しください。はい、七つ堂フラワーマーケットは七つ堂公園の芝生広場におきまして、約35店舗のお店が並びます。花々や雑貨などが販売されるほか、紅茶、スコーンなどの美味しい飲み物、お料理もお召し上がりいただけます。また、午前11時と午後1時から秘密の花園で、NHK の趣味の園芸にご出演されているナビゲーターの三上さんのトークイベントも行います。はい、ぜひ皆様にご参加いただきまして、七つ堂を楽しんでいただければと思います。はい、そのイベントで、お手伝いいただく、ご参加いただく団体の方もいらっしゃるんですよね。そうですね、はい、それが、水戸イングリッシュガーデンクラブという方々なんですが、じゃあここであの団体の江畑さんに、その、水戸イングリッシュガーデンクラブ MEG でメグについてですね、少しお聞きしたいと思います。はい、はい、このメグでいいですか？はい、メグです。メグ、はい、かわいらしいですね。はい、メグ、これはの設立というかやっている会の目的ですね。はい、どのような集まりなんですか？はい、メグは昨年の4月に組織 されまして、はい、主に七つ堂公園の秘密の花園でのボランティア活動が中心です。で、植物公園園長の西川先生による園芸についての学習をしながら、みんなで花草花を育てています。
会員は現在81名で、うん、遠くは日立大宮とか狭間とか市内外から参加してくれています。活動日は原則として第1土曜日と第3水曜日ですが、季節により臨時活動や視察イベント等の参加がありまして、約年間30日程度の活動です。で、私はまた花が好きで、それ以外に週 2,3 日花園へ通って花のお手入れをしています。その七つ堂公園の花園っていうのはね、やっぱり一つ目玉だと思うんですが、はい、これをボランティアで手入れされてるんですか？そうです。大体そのボランティアで花園を手入れされる何人ぐらい集まってやってらっしゃるんですか？会員は81名ですが、先頃の雨の日でも3、40人集まって、皆さん重装備で行いました。雨の日でも楽しくやりました。でも皆さんお花が好きだからね、もう好きで好きで癒されながら活動しています。そうですか。4月まだ浅いんですね。昨年の4月ですので、1年ちょっとです。さあ今回5月17日ですが、イベントではどのような活動されるんですか？私たちは、芝生公園でのフラワーマーケットに参加します。でそこでは私たちが育てた貴重な花苗を格安で販売いたしますので、ぜひ皆さんに、お出かけしていただきたいと思います。でどんなものが出るかは当日のお楽しみなんですけれども、はい、私としましては今用意していますのは、はい、アスチルベ、セリンセ、イカリソウ、ギボウシなどを用意しております。これはそれぞれ会員の方々が手塩にかけて一生懸命育てたものを販売される。そうです。じゃあ全部で大体、まだはね詳しい数は分かんないかもしれませんが、何種類ぐらいの 何株っていうんですか？種類は100種類近いんじゃないでしょうかね。きっとね、きっと、ちょっと本当に お楽しみ、開けてからのお楽しみなんですけど、格安価格で。そうです、もちろんです。さらに6月9日から22日にもイベントがあるんですね。そうなんです。特にその中で、6月の14、15日、次の週の21、20日には午前10時から午後3時ごろまでメグ会員がボランティアガイドとなりまして、はい、花園を案内いたします。でその頃はまた素敵な花が咲くと思います。特にイングリッシュローズの花盛りになりますね、はい、アスチルベとかカンパニュラ、ジニタリス、カスミソウ、キャットミントとかハニーサックルがたくさん咲き誇っている頃だと思います。お花の名前ってね、僕なんかこんなね、43歳の親父ですが、歩いててやっぱこれ綺麗だなと思って立ち止まっちゃうんですが、これなんていう花なんだろうっていうのが分かればもっと楽しいんですけどね。そうですね、私もあそこにだいたい1日おきぐらいに通っていますけれども、はい、一番の質問はやはり花の名前です。これなんていうのって一番聞かれますね。ね、その季節を通してまた咲いている花も違いますしね、はい、その江端さんがこう、まずお花を好きになったきっかけというか、詳しくなったきっかけって何ですか？お花自体。花はやっぱり親も好きでしたので、母も好きでしたので、ずっと好きだったんですけれども、なかなか勤めている間は手入れができなくて、ただ買ってきてお母さん入って、あげてるだけだったんですけれどもね、それで退職したらもう絶対に花いっぱい囲まれた生活したいと思ってたんです。じゃあ、はい、それがこの、ミトイングリッシュガーデンクラブに参加したきっかけですか？その前に自分でもお花花壇を作っちゃおうと思いましてね、田んぼ休耕田に約200坪ぐらい主人からいただきまして、少し土を入れましてね、はい、そこに宿根草を中心にお花を植えて楽しんでいたんですね。そこに昨年この七つ堂公園のボランティアの募集の話がありましたので、はい、早速飛びつきまして、今もうせっせと通っている状況です。今もう楽しくてしょうがないですか？楽しいです。これ聞いてらっしゃる方がね、そのメグの会員になりたいと、もちろん歓迎、大歓迎ですか？もう大歓迎です。最後に岡田さんに話していただこうと思いましたけれども、はいはい、ぜひ募集しており、年中募集しておりますので、はい、ぜひ入ってください。中心はやっぱりそのイングリッシュガーデンクラブですから、ね、七つ堂公園が活動の中心になるんですか？そうです。じゃあ、ここに通える方ですよね。
もう結構遠くから皆さん来ていらっしゃいますので、十分通います。県外から来てる方もいらっしゃいます？県外はちょっと聞いておりませんけれども、市周辺の市から県北中心ですね。いやそうですか、はい。お花ってね、本当に一言で言うとお花で終わっちゃうんですが、様々じゃないですか。はい、お花をやりたいとかお花を興味持ってる方でたくさんいらっしゃると思うんですが、どんなことから入っていけばいいですかね。もう綺麗だって思った花を園芸店の中に行ったら、うん、はい、もう迷わずに買っちゃう、買っちゃう、植えちゃうですね。で、好きで買った花は自分で可愛がりますから、はい、綺麗に咲いてくれます。そうですか、わかりました。この今後の活動をどんな風にしていきたいとか、まあ、今ね、去年の4月からということでちょうど1年ですけれども、はい、水戸イングリッシュガーデンクラブをどのような活動、まあ、今のままね、もっと大きく、さらにはこんなこともやってみたいなっていうのはありますか？特別今はとにかく皆さんに七つ堂公園の秘密の花園に足を運んでいただいて、うん、お花を見ていただきたい、はい。で、2年前までひどかったっていう印象が皆さん強いんですよね。あ、そうなんですか。で、来てみてこんなに綺麗になったのって驚かれますので、ぜひ驚いてください。そうですね、その驚いている姿を江端さん見たら幸せですよね。昨日もね、来た方が、うん、何これっていうので、私怒られるかと思ってたらこんなに綺麗になったんだっていうのでね、昔を知ってる方が、にたっとしました。本当に嬉しいです。いや、そこが一番嬉しいところですよね。一番嬉しいです。わかりました。じゃあ、岡田さんに、ね、改めてこの七つ堂イベントのガーデンについて最後に一言お願いしたいと思います。はい、七つ堂は生まれ変わります。はい、その生まれ変わった姿をぜひ皆様に直にご覧いただきたいと思います。今回のイベントの詳細につきましては水戸市、の、公園緑地課電話番号029-232-9214、もしくは、水戸市植物公園029-243-9311、水戸市公園協会029-244-2895のどちらかまでお問い合わせください。また、先ほどメグの活動についてご紹介いたしましたが、興味があるぜひご参加されたいという方につきましては、先ほど申し上げました植物公園の方にお問い合わせをいただければと思います。ぜひ皆さん水戸市の誇る七つ堂公園にお越しになりまして、楽しいひとときをお過ごしください。はい、この公園にお休みはないですよね？ありませんね。はい、はい、いつ来ていただいてもいいですし、特に来週の土曜日は、フラワーマーケットございます。イギリスでガーデニングを楽しむ人たちが一般的に利用するフラワーマーケット、そんな英国風のフラワーマーケットで花々や雑貨販売のほかですね、紅茶やスコーンもお楽しみいただけます。時間が、17日土曜日は9時半から夕方の4時まで芝生広場で開かれます。やはりちょっと僕は興味がね、やっぱりそのイベントもそうですし、ボランティアガイドをね、一遍こう、ね、説明しながら聞いてみたらもっともっとお花が好きになるんじゃないかなと思います。私がやりますのでぜひ来てください。わかりました。それは9日から22日ですね。はい、そうです。はい、今日は七つ堂公園イベント生まれ変わる七つ堂公園です。15th Anniversary Garden Fair について水戸イングリッシュガーデンクラブの江端由紀子さんと、そして水戸市都市計画部公園緑地課の岡田真奈美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。